ナラーティワートラーチャナカリン王女は、大国王、ラーマ8世、ラーマ9世の姉である。モノグラム期当時、王位とはほど遠かったソンクラーナカリン王子と、シーナカリン王大号の最初の子供として誕生する。父は、チャオファーくらいであったが母親が、平民のため、上級の王族としては最下位のモムチャオくらいの王族として生まれたが、後継者不足に悩まされていた、ラーマ7世によって、 1927年11月8日、アーナンタマヒドンやプーミポンアドゥンラヤデートラと共にプラオンチャオイに格上げされた。また、アーナンタマヒドンのラーマ発生への即位の後、1935年7月10日に国王の姉としての称号、ソムデット・プラチャオ・ピーナーン・トゥチャオ・ファーにラーマ発生によって格上げされた。1944年7月22日にアラーム。 ラッタナ君セリー・ルンリット大佐と結婚し、王族席は亡くなった。この夫とは娘を一人儲けたが後に離婚した。その後、王族の外籍として、精力的に活動し、1950年3月25日、ラーマ休世によって王族席が復帰させられた。また、1969年9月24日には、ワラーナンタワット王子と結婚している。 1995年にはクロムに除され、クロマルワン・ナラーティワート・ラーチャ・ナカリンの称号が与えられた。フランス語に通じており、タイ国内の大学でフランス語文学について教鞭をとっていたこともある。また、ナキシー・ナカリン王対号のロイヤルプロジェクトの多くのパトロンでもある。2007年6月15日、ハライタによりバンコクのシリラート病院に入院し、ガンと診断され、 そのまま入院をして養生していた。その後の2007年10月、脳動脈の閉塞により、脳の左部が拘束を起こしていると王室により、発表された。同年10月、ラーマ9世は、右半身の巨奪を感じ、同じくシリラーと病院で治癒を受けた。王室の発表によれば、これは脳における、血液不足が原因で起こる症状である。このため、 ラーマ9世は10月13日に入院し、11月7日に退院した。その後、ラーマ9世は何度も姉の見舞いにシリラート病院を訪れていた。12月14日、王室はナラーティワーと王女の病状を発表した。それによると王女はますます疲れ果てていき、反応も少なくなったとしていた。2008年1月2日、王室は王女の死去について発表した。 それによると、2008年1月1日火曜日の夜に状態が急激に悪化し、翌日の水曜日午前2時54分に死亡が確認された。彼女の死より100日間も中期間となった。スライウッド暫定首相は内閣も100日間も服を着て過ごすことを発表し、政府官僚や関係機関には15日の間も服を着ることを要請した。ありがとうございます。